宮崎県立宮崎北高等学校は、宮崎県宮崎市大座に稲積に所在する、県立の高等学校。1984年に、新設の公立高校である。2003年より、スーパーサイエンスハイスクールに指定されている。平日は7時30分から朝課外が行われ、朝課外を含めると授業時間は1日8時間。 2005年代87回全国高校野球選手権大会権予選においては、甲子園大会出場は叶わなかったが、決勝戦進出を果たした。約1ヶ月に1回のペースで、土曜日に大学の教授や講師による生徒への講演が開かれる。また、校内に宮崎県公文連事務局が設置されている。本来、山だったところを切り開いて作られている。 投稿するには、山下の駐輪場に自転車を止めた後、南側156段、東側106段の階段を登らなければならない。各階段を登ったところにはモニュメントがある。南側階段は運動系部活動で、練習のメニューに組み込まれている部もある。また、南側階段からは運動場を突っ切って校舎へ向かうため、夏場は大変苦労する。 中輪場から校舎までが非常に遠い構造になっている。校舎からは宮崎市街と海が一望できる。面積が広く体育施設はと充実している。サッカー部、野球部、ラグビー部が独立して練習できる環境である。ありがとうございます。